こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。成人へのワクチン追加接種のお話です。今、成人でのはしかの流行が取り沙汰されています。近年では患者の発生率が急増しています。大人の発症は重症化もあり、肺炎や脳炎を起こしたりもします。ワクチンの免疫力は永遠に効力が持続すると思いがちですが、免疫力は徐々に減衰していきます。ただそれに自然発生的に周囲の流行によりウイルスに感染して再び免疫力を得てきたのです。しかし現代は感染症の流行が減り、再び補強されることがなくなったためだとされています。我が国では1968年以降、ジフテリア、破傷風、百日咳の3種混合の予防接種が広く幼児と学童を対象に行われてきました。国立感染研究所や九州大学などで年齢別により血中の抗体値の測定を行ったところ、破傷風の高毒素抗体保有率は0歳から30歳まででは 85% から 100% あるのに対し、31歳以降は 0% から 20% でした。ジフテリアや百日咳の高毒素抗体保有率はやはり31歳以降は低かったのですが、一応感染予防レベルであるので、一番問題なのは破傷風なのです。日本では年間50人余りの患者が発生し、30% から 50% が死亡していますが、世界中では年間100万人が亡くなっているという最も恐ろしい感染症の一つです。破傷風は土の中で生きる嫌気性菌で、怪我をした傷口から感染するとほぼ 100% の確率で発症します。潜伏期間は普通1週から2週間ですが、個人差があって2ヶ月以上も経ってから発症することもあり、本人も怪我をしていたことを忘れていたりします。初期症状は部分的なこわばりで顔面の痙攣が現れ、破傷風顔貌という微笑みが歪んだような表情になり、48時間以内に高毒素血清療法などの処置が取らなければ、事態はかなり深刻になります。意識ははっきりしているのに、筋肉の痙攣が全身に起き、呼吸困難を起こして窒息死するのです。怪我をしやすい職業の人はもちろんのこと、アウトドアのレジャーや医療体制の整っていかない国に出かけるときは、破傷風の予防接種をする必要があるようです。